皆さんこんにちは。今日はですね、魔人ブーアルティメットソングワン九州、こちらをですね、独眼学生してあるステージをね、攻略していこうかなと思います。まず独眼学生からね、これうわ念願すぎる、やばいわマジで。見てください、リーダースキルの方が地属性の記録プラス2が3になりますね。で HP とアタックとディフェンス 70% アップ、そして必殺技の方が超絶特大ダメージね。でここですよ、パッシブスキルがですね、早くしろ、取得気玉1個につきアタック 12% アップ&HP が3000回復というとんでもないキャラクターになります。ということで、早速独眼学生いきましょう。やっとですね、これは。はい、素晴らしい。はい、かっこいい。そしてですよ、これを最大に上げたいね。これやばすぎでしょ。一気に116、限界突破。クソ強え、マジで。よし、あとレベル3ですね。 OK。 めちゃんこ強くない？まずこの時点で。はい、それでまずレベルマックスまで上げてきました。でどこに挑むかと言いますとですね、このアルティメット当てた時に、まあ、リスナーさんの方でじゃああのステージ余裕じゃないですかというねことを言っていただきました。そうです、こちらね、まあ、今ちょうど来てるんだけど、こちらを、アルティメットのパーティーで組もうかなと思います。という時に限ってね、フレンドさんにいないという、まあ、あるあるなんですが、ちょっと待ってくださいね。素晴らしい、めぐみ1783、ありがとうございます。ということで、魔人ブーアルティメットご飯九州パーティー組めました。でですね、こちらのスーパーなんですけども、以前はまあ俺もちろんアルティメットいなかったのでゴジータをね使ったんですよ。でフレンドさんに九州ブーねお借りして挑んでました。でその時は、まあ、回復のためにですね、あとウイスですね、早属性のウイスを、まあ、持ってったんだけど、今回はこれ回復がねかなりできるということで、そこをトランクス入れ替えて持っていきます。まあアイテムこんな感じでいいかな、楽にマジでいけるという感じですね。まあでもコメントでかなり言われてたので、これでやっていきたいと思います。この20分以内に倒すっていうのをね目標にやってますから、メモリの問題でねいつも切れちゃうんですよね。よし、じゃあまずは気力集めから、でベジータも完全にガードのためだけに持ってきます。いいじゃないの、いや素晴らしいよこれ、素晴らしい運びでございます。さあ九州ブーのね力、これでわかると思います。いきましょう。さあまずはどうしようかな、最初ね結構フリーザね必殺技打ってくるんだよ。まあいっか、気にせず行きましょうか。まああとはねブーで回復できるように置いてあげれば、まあ、食らっても全然大丈夫です。ここで必殺を打っていけば、で HP もかなりありますね、ブーさんのおかげで。あ、来た来た、やはり来たか。いや問題ないんですよこれが。ここガードつけておこうかな。それではぶっぱますか。こうフリーザにいいよね、いきましょう。こうぶっぱなしとこう。で十分すぎるわこれ。前回ねここ一番最初、ここが一番大変だった気がする。
強っ。強いし回復できるし、もう素晴らしすぎますね、これは。おい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 、頼むぜ頼むぜ。さあ次でまた回復してきましょう。うん、どうしたもんか。まあフリーザを最初にやっぱ倒したいよね。でこの辺気絶してくれればいいかな。オッケー。いやー、これ火力もねなかなかあります。強い、十分強い。ただやっぱ技レベル10になるとね、あのフレンドさん技レベル10なんですけど、30万とか食らいますね。とんでもないですよマジで。これでいきたいと思います。気絶しちゃってるね。じゃあ気絶してるところをぶち抜こうか。それでまあここはこれで、で16号タゴンはまあガードもできるんでここはいいと思います。強っ、フレンドさん強すぎでしょ。いやー、技レベルどれに上げようかすごい悩んでるんですよ今。ベジットに上げようか、吸収ブーに入れようかね、すげえ迷ってるんですよね。これで終わりでしょう。アルティメットとアルティメット、いやここは素晴らしいっすよマジで。ドン、気絶ありがたいねこれ。じゃあこれでいきましょうか。最後回復するか。やべミスった。まあいいでしょう、これで。次33万はやべえだろ。 OK ね。で回復、とりあえずここが16号必要ないからな。超カメハメハ強い、強えな。いいっすねこれ、抜群ですよこれ。オッケーナイス。どうしよう、こうしようかな。どうでしょう。気絶した、やばいなこれ、超強いんだけど。いいねいいね、最高じゃんこれ。いや最高すぎるよこれは、超気持ちいいよ本当に。打っても打ってもこっち回復しますんで最高だねこれ。やべえな、やべえ、これ多分やべえぞ。すげえ。
これ楽しいよ、これ。いいっすね。あ、ブルーの方が良かったか。うわ、ここで使っちゃうのちょっともったいないな。ここはちょっともったいない。ちょっとこれちょ気になんないですか。フレンドさんでドッカンモードクソ強いぜ。やば。ただドッカンモードちょっともったいなかった今のところ。さあここっすよ、問題は。問題はここですよ。2、4、5、7。じゃあ1個回復十分すぎる。ここさあかかってこいや。勝てー。さあ行ったれ。2万ですか。2万っすか。これ必殺技どんぐらい食らうんだろう。よし、いいぞ。2、4、5、7。のがいいかな。さあさあさあ、うわ、5万か。まあその分また回復しましょう。あ、ここかなり、うわー、つらつら。次マジで回復しないと結構厳しくなってくるぞ。もう ここだよね。これ回復した方がいいね。これ回復します。せんず。せんず使ってしまった。回復で、ここはいっか。よしよしよし。いや素晴らしい、フレンドさん素晴らしい。からのカメハメハ。いや強いな。ご飯も十分強いな。さて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 、ここ必殺技打たれないでね。回復します。さあどう来るか。いいね。わ、来たー来たー。よしよしよし。さあここですよ、ここ。まあここまで来ちゃえばね問題はないですよね。よし、じゃあ行きましょうか。オッケー。
マジかよ。うん、速攻かい。速攻かよ。マジでここ気絶してくんない、頼むよ。ほんと起きた、さすがです。じゃあ回復ベジット、ベジットもいっか。必殺技で取れたらやばいんで。いや、ここまで来ればね、一気に行きますよ。いや、こうでしょう。どうすか。よし、まあ、16号は全然余裕なんで、ここは。素晴らしい。必殺技も大丈夫っすよ。いや、強い。と言いつつギリギリの戦いをしております。さあ行きましょう。回復しよう、ちゃっかり回復。かなりこれね、ギリギリに戦ってた印象があるんで、いや、これは強いよ。これは強い。いや、俺マジで、多分、見てる方わかりますけど、かなり適当なやり方す。俺のやり方は。だけど、このぐらいいけます。こうやばいでしょ。強っ。16号すげえ強えじゃん。16号、いやいや、マジで強えよこれ。いや、強すぎる、マジ強え。あ、そう、ここがあったんだ。謎のね。これすげえ謎だよね。クソ謎なんだけど、ここ。3、2、1、多分2までここは来るか。大気絶してくれたらまあいいんだけどね。しない、しないのね。しないと。まあいいでしょう。よし。強い。いや、めちゃくちゃ強いな、マジで。いや、ナイスですよ、こいつは。ほんとに。強え。マジで強い。はい、ということで、今回はですね、アルティメット吸収ブーをですね、独眼覚醒の方させてきました。まあ、一部分ね、
あのブルーの気絶、まあ、しなかったら死んでた場面はあったんですが、まあ普通に強くねっていう話ですよ。まあ、多分ね前はパツパツでやってました。これもギリギリ勝てるか勝てないかぐらいな感じでね、こうゴールデンフリーズやってたんですが、もうアイテム残ってるんで、まあ、ガチガチ使っちゃえばね、もう本当に余裕ですねここは。まあ、皆さんのねやり方でもっとうまく使えるとか、まあ、あると思いますけど、まあ、アドバイスの方いただけたらなと思います。ぜひコメントでお待ちしてます。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。